大制丸は日本の公開練習船本項目では1904年に建造された初代を取り扱う。本戦以前の大型練習船としては日本初の大型練習船として1897年に建造された月島丸があった。月島丸は日本の練習船として初めて太平洋往復を果たすなど活躍したが、 1900年11月17日に、駿河湾沖で台風による好転で、遭難、123名が死亡する重大海難となった。月島丸の喪失を受け、大船として、大馬力の補助機関を有する堅牢で安全な、大型帆船を、国内建造することとなり、川崎造船神戸工場で、寄港、1903年12月2日に浸水、大成丸と命名された。 日露戦争開戦の年に巡航した元船は海軍に徴用され、試運転後は搬送を取り外し輸送船として軍事輸送に従事した。その後、徴用を解かれ、搬送を復旧して練習船として復帰、1906年10月に最初の遠洋航海を行った。1910年10月26日、本船は第6次遠洋航海として、 横浜港から一度目の東回り世界一、集航海に出発した。実習生94名を含む154名が、乗船。出発前日には、当時の停止大臣、後藤新平が、来船、訓示の後、辞書入りの扇子とハンカチを乗員全員に送った。フランス領タヒチ、フォークランド諸島、スタンリー、ケープタウン、メルボルンを、経由。 2度の暴風に遭遇しながらも、航海日数307日、航海距離約 56,300km 万キロメートルを経て、1911年8月25日に横浜港に寄港した。1912年7月上旬、本船は立山港から再び東回り世界一周航海に出発した。実習生125名を含む180名が、乗船、サンディエゴ、 ケープタウン、セントヘルナ、リオデジャネイロ、フリーマントル、南洋諸島を経て寄港したが、北、大西洋を航行中に、明治天皇法御の方に接したのを皮切りに、二度目の世界一修航海は苦難の連続であった。二度目の世界一修航海の記録サンディエゴで船長が、突如下船、公認の船長が赴任するまで47日間に、渡って、同航で停泊。 その間に3頭運転士が病死した。その後も、無風、好天に見舞われ、南インド洋では1月あまり晴天がなく、栄養失調もあり、70名以上が活気を発症、学生2名、大工1名が病死した。公開日数456日、公開距離36,377回入りを経て、1913年12月、中旬に帰港した。この公開には、 あとに、初の労働大臣となる米、久保光介が乗船しており、乗船機を大勢丸世界周遊記として、東京朝日新聞に連載、夏目漱石の劇場を受けた。周遊記は、米、久保達夫の筆名で、海のロマンスと解題して、単行本として出版され、漱石が序文を寄せた。この単行本は、ベストセラーとなり、商船学校や海軍兵学校への主願者が、 増加したと言われている。その後も練習船として、遠洋航海を続けた。1940年10月11日、横浜港域で行われた、紀元2600年特別観光式に参加。1941年に、再び海軍に徴用され、搬送を取り外し輸送船として、石炭輸送に従事した。 無事終戦を迎えたが、直後の1945年10月9日11時ごろ、神戸港内でアメリカ軍の残存嫌いに食らいして、沈没、実習生31名が死亡した。就航から沈没までの間、本船は約63万回利を、高校63回の遠洋航海を行い、学生2330名が乗船した。 4本マストのバーグ型ホブネで総歩数26枚であった。ありがとうございます。